23日全国高校野球選手権決勝京都国際2、1関東第1、東東京、イコール甲子園、延長10回タイブレイク。夏の大会の決勝が延長戦になったのは18年ぶり13度目。第1回の1915年が延長13回で京都2中。現在は鳥羽が継承校、2、1秋田中、現秋田。 17年は高ウゴールドとなった後の再試合が延長14回で愛知一中。現朝日が丘、1、0関西学院十現関西学院、兵庫、32年が延長11回で中京賞。現中京大中京、愛知、4、3松山賞。53年が延長13回で松山賞3、2とさ高知、59年が延長15回で西条愛媛、 八二宇都宮六69年が延長18回で松山ゼロのゼロミサ青森、76年が延長11回で大美林。西東京、4、3PL 学園。大阪、77年が延長10回で東洋大姫路。兵庫、4、一東邦。愛知、84年が延長10回で鳥出寺。茨城、8、4PL 学園。大阪、 89年が延長10回で提供。東東京、2、ロ仙台育英。96年が延長11回で松山省6の3熊本港。2006年が延長15回で総日西東京、1月1日駒台苫小牧、南北海道。で、0対0で延長に入ったのは17、69、89年に続く4度目となった。 決勝のタイブレイクは春夏を通じて初。過去12度は表が7勝、裏が4勝、引き分けが2試合となっている。